ナス義春から1938年12月19日は日本の実業家。政教運動が浸透していない日本で、政教運動の発展に寄与した。関東消費組合連盟の発展にも、在的援助で大きな働きになった。日本の政教運動にご反省を捧げた。愛媛県西上郡保内町、川の石内野浦に、1865年6月21日に、 生まれた。いとこに、アメイの親家の文系、戦国戦をもって養子に入った、菊池明三郎生、海運業を営むがいる。同時代の人物に、内の浦で生まれた、那須金一がいる。同性であるが、親族ではない。那須義春は、1899年大阪の実業界へ進出して、大阪に転籍し、その後、兵庫県神戸市東名田区住吉町に移った。 第一次世界大戦中に相場主として巨万の富を得た。その後、実業界を引退して、社会公共のための奉仕を始めた。1921年、名田購買組合を設立して、組合長となる。名田購買組合は、その後合併して、田神戸政教になった。名田購買組合が、強成長を遂げたのは、創設者の献身と趣味なく投じた。 物的奉仕によるところであると言われている。ナスは社会事業に使う方法を平尾八三郎に相談した。香川豊彦を紹介され、共同扶助の共同組合の話を聞いた。イギリスの共同組合の活動を見ていた平尾八三郎が香川豊彦の言いたかったことをナスに教えた。ナスは納得して大正10年に長政教が誕生することになった。 ありがとうございます。